はい、皆さんこんにちは。日本維新の会代表、馬場伸幸でございます。今日は朝からご覧いただいた方もいらっしゃると思いますが、2つテレビに出させていただきました。テレビ終了後すぐに飛行機に乗りまして、先ほど伊丹空港に帰ってまいりました。この後演説が終わりますと関空へ行って、そしてまた東京へ行くと、まあ、人間宅急便の本領発揮というところでございます。皆さん方もご存知のように9日の日に衆議院が解散になりました。これ石破総理は総裁選挙の時に、今の日本は大きな課題がたくさん山積をしている、だから自分が総理総裁になったら国会を開いて、そしていろんな議論を積み重ねた上で対立軸を作って、そしてその真を国民の皆様方に問うんだ、繰り返し繰り返しおっしゃっていました。しかしながら総裁になった瞬間にいきなり解散をする、これ何か解散をしなければならない、急に方針を変えなければならない、そういうことがあったんでしょうか。あったからこそこの方針を変えて急な解散をして、そして国民の皆様方の目を欺こうとしているんじゃないでしょうか。私は皆様方もお気づきのように、この解散は今までいろんな起こってきた政治とお金の問題、これを国民の皆様方から忘れてもらう、そのための解散ではないかなというふうに思います。党首討論で私が石破総理に、この選挙は国民の皆様方に何を問うんですか、何のための選挙なんですかお聞きをしました。しかし総理は一体何を言っているのかわからない、日本の新しい時代のために国民の皆さん方に判断してもらう、当然のことですよね。しかしそういったことを言って無理やり解散をする、私は石破さんは実は個人的に尊敬をしていました。自民党という大きな組織の中で党内野党といって自分の持っていること、国民国家のためになることはビシッと筋を通して言う、そしてその言葉は絶対に曲げない、信念のある政治家だと思っていました。ところがどうですか皆さん、総裁になった瞬間に石破さんが違う石破茂さんになってしまったかのように、今総裁選挙でおっしゃっていたこと、その前に一議員でおっしゃっていたこと、全然逆のことをやってるんですね。ですから私は石破さんどうなったんでしょうか、そのことを石破さんに問いたい。私はこの選挙は間違っていると思います、間違っていると思いますが、解散をされた以上正々堂々と戦っていく、これが我々政治家の務めです。そこで石破さんはこの選挙皆様方に問いかける、皆さん方にご審判をいただく、なかなか何を審判されるのかよく分かりませんが、私たち維新の会はこの選挙で2つのことを皆様方にご判断いただきたいと思います。1つ目は先ほどから話が出ています、政治とお金の問題、これはねやっぱり時代が変わって透明化を図っていかなければなりません。クリーンな政治をしなければこれからの日本非常に難しい時代に入っていきます。今までは簡単にできたこと、そういうことがなかなかできなくなる、今ロシアとウクライナ、イスラエルとガザ、習近平でいろんな紛争や戦争が起こっています。こういったこともいつ日本に起こるか分かりません。そして国の内部ではどんどんどん
今物価上がっていっています。しかし働いている皆様方の賃金はそれに合うような形にはなっていません。昭和40年生まれの私、幼少時代にはどん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 世の中が良くなっていく、今日より明日、明日より来月、来年、どんどん良くなっていく、あの当時は日本が輝いていました。国民全員が夢と希望にあふれていました。家の中の調度品や電化製品もどんどん良くなっていく、本当に心身ともに充実感のある、満足感のある、そういう時代だったんですね。しかし今どうですか。若い皆さんはいい学校を出てもなかなかきちっとした仕事に就けない。一度仕事を就職をして仕事を辞めてしまうとどん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 キャリアが低下をしていく、そういう状況の中で全然手取り増えません。今政府は賃上げをしろ賃上げをしろ企業に言っています。大企業はなんとか苦労してこの賃上げやってくれています。しかし堺に帰ってきて中小零細企業の経営者の皆様方にお聞きをすると、奈良さん、そう簡単に賃上げできません、そうおっしゃいます。少々補助金や助成金会社に出しても社員全員の賃上げをするということはできない。一方増税がある、そして社会保険料どんどん上がっていきます。防衛力を増強するために増税をするというのを決めたのは岸田総理、そして異次元の少子化対策で子どもに対する投資をする、この財源を生み出すのは今日は若い皆さん方もたくさん来ていただいているんで、一度給与明細よく見てみてください。この子どもに対する支援は皆さん方が毎月給料から徴収されているこの社会保険料、この社会保険料に上乗せをして、そしてそこから国がその上乗せした分を頂戴して子どもに対する投資に使う、こういうやり方をしています。そもそも社会保険料というのは受益と負担の関係、皆さん方が普段から保険料をお支払いいただいているからこそ病院へ行って医療保険が使えるんです。現役を引退したら年金がもらえるんです。そういった性格のお金に上乗せをしてそれを違う用途に使う、これはねもうめちゃくちゃな話なんですよね。サラリーマンの皆さん方ぜひ怒っていただきたいんですね。こういったやり方をして少々賃上げが実現したとしても手元に残るお金、いわゆる可処分所得というものは一向に増えません。こういうやり方いつまでやるんでしょうか。私は今回のこの選挙は政治とお金の問題をクリーンにする当たり前の話です。でも自民党がやらないから言わざるを得ない、自分たちがやったことは選挙でごまかそうとする、政治とお金の問題をきれいにするためには一度自民党に厳しいお灸を据えなければなりません。そしてもう一つは今申し上げたこの政府の今のやり方、どん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 増税をする、増税ができなければ社会保険料に上乗せをする形で違う形で国民の皆さん方に負担をお願いをしていく、今いろんな昔にはなかった新しい課題が起こりつつあります。例えばこの大鳥でも独居老人どんどん増えています。老老介護の問題どうしたらいいんでしょうか。ヤングケアラーといって若い子どもたちがお年寄りを介護しなければならない、そういう問題も出てきています。昔では考えられなかったいろんな課題が今ジャッキをして、そしてそれを行政がサポートしていかなければなりません。新しい行政サービスどん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 これからやっていかなければならない、その時にいちいち国民の皆さん方に増税をしたり負担を求めたり、
このままではそういう方向にどん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 進んでいきます。だから昭和40年代の時のような全ての国民が夢や希望を持ってワクワクドキドキできるような時代には今なっていないということなんです。私は今の時代、やっぱりこの我々がやっている身を切る改革をはじめとして行財政改革徹底的にやっていく、そして生み出された財源を将来への投資や新しい行政サービスに投資をしていく、そのことが求められている時代だというふうに思います。でも選挙が近づいてくると、いろんな街角でいろんな候補者が皆さん方に対して耳障りのいいことを言っていると思います。でも選挙が終わればほとんどの政治家政党は約束したことをやりません。日本維新の会、我々は有言実行の政党、一度お約束したことは必ず実行するということをやってきました。大阪でそれをやって、どん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 教育の無償化を広げて、今幼稚園保育園の幼児教育に始まって、高校大学大学院全ての教育を無償にするということにチャレンジをしています。そして新しい街づくりもどんどん進んでいく。今大阪駅へ行ってみてください。昔の大阪駅とは様変わりをして、大阪にこんなところがあったのかと思っていただけるような新しい街も誕生しています。こういった形でいいサイクルをどん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 作っていく、行財政改革をやって生み出された財源を将来への投資に回していきます。そうすると経済がどんどん成長する、経済がどんどん成長すると税収はおのずと上がっていきます。その新しく生み出された税金を再び先輩の皆様方に使わせていただく、そういうね、いいサイクルが今必要だと思うんです。これ大阪でやってきた実績を全国でやらせていただきたい、そして中央でもそのことをやらせていただきたいんです。しかしながら今我々日本維新の会の衆議院議員44名しかいません。参議院議員21名、皆さん方がご覧いただいたように通常国会、先の通常国会で私と岸田総理が政治改革に対する合意をして合意文書を交わしました。でも結局は時間がないとか、これは日付が書いていないとか、そういう理由で私たちの約束は今保護にされています。ですから皆さん、これやっぱり政治は数が力ですから、今の44議席を倍や3倍にしていただくと、私たちの言っていることの実行力が上がります。これも大阪ですでに実証済みですから、皆さん、この日本をどっちの方向に進ませていくかというのを今回の選挙で皆さん方がご判断いただく最大のチャンスがやってきています。ぜひ皆さん、そのことをご理解をいただいて、この17区ではもちろん私馬場伸幸にご支援をいただいて、先ほど挨拶をさせていただいたお隣16区堺の北部の選挙区においては、黒田正樹君、市議会議員も経験して私の弟のような存在です。もし彼が国政にお送りをいただくと、この堺で学んできたこと、大阪維新の会で学んできたこと、そういうことを私と一緒に国政で実現できるように頑張ってくれる、これはもう実証済みですから、ぜひこの黒田君を国政に送っていただきたいと思います。全ての国民が昭和40年代のように夢や希望を持ってワクワクドキドキできるような、そういう社会を私たち維新の会、有言実行でこれからも前を向いて進んでまいります。地元の皆様方の最後までのご支援を心からお願いを申し上げまして、
私からのお訴えとさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。